一言お祈りをさせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、新たな聖日の朝をこうして兄弟姉妹たちと共にあなたの恵みの御手をもって導かれ、あなたのご臨在の中に招き入れられたことを心から感謝いたします。あなたが今日もここに、私はあなたと共にいると言ってくださり、あなたの御言葉をもって私たちの魂を養わんとしていてくださることを感謝いたします。今日もこの時この場所をあなたが清め清別し、あなたの御心が自由自在になされる時としてくださいますようにお願いをいたします。弱い私たちでありますから、どうぞ聖霊様の取りなしをいただいて、私たちの魂の思いを願いを望みをすべて汲み取ってくださって、父の御前に取りなしてくださることを心から感謝いたします。今日私たちの兄弟姉妹の中で大変弱っている方もいらっしゃいます。どうか榊原姉妹の上にあなたの御助けを与えてくださいますように、そしてどうぞ身も心も癒されることができますようあなたが望んでください。私も元兄弟お母さんを先日召されました。長い闘病生活からその苦しみから解放されたとは思いますが、ご家族がどうぞその悲しみと喪失感を持ちながら今の日を過ごしていらっしゃることと想像いたしますけれども、あなたの深い慰めとまた力添えが注がれますようお願いをいたします。また中村姉妹の健康、心身ともにあなたが強めて、あなたの癒しの御手を差し伸べ御業をなさってください。また姉妹のお母さん、いろいろと最近は認知症も患っておられる兆候が見られるということで姉妹は心配しておられますが、神様がどうぞこのことの上にも望んでくださり、お母さんのその魂をあなたが最善に導いてくださり、心身ともに健康を与え、そしてあなたの御心にかなうように神の子供として洗礼を受けられる日が来ることを切に願っています。神様がどうぞその良き時をもたらしてくださいますように、すべてを御手に委ねます。平松兄弟も施設で生活をしていらっしゃいますが、神様はどうぞこの兄弟の上にもあなたの人知を超えたあなたの平安が今日も覆ってくださいますように、御霊によってキリストの御臨在をあの施設の中で、その部屋で豊かにお与えくださいますように、そして心に安らぎを持って一日一日を過ごすことができますように、兄弟姉妹一人一人さまざまな戦いを与えられております。あなたの御心の中でその良き戦いを進めていくことができますように、一人一人を聖霊によって強めてください。今日も御言葉によって私たちの魂にお語りください。待ち望みます。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
有名な科学者アルベルト・アインシュタインのことは、まあ、あまりにもよく知られておりますけれども、このアインシュタインについてのエピソードが一つ残っております。この方がある時汽車で、旅行をしていた時のことであります。車掌さんが、乗客の切符を調べるために、アインシュタインの乗っていたその車両に入ってきました。まあ、次々と、乗客の切符を調べてそこに判子をしてですね、次々と進んでおりましたら、ちょうどアインシュタインの座っているところにやってきました。まあ車掌さんはすぐにあの有名なアインシュタインさんであるということに気がついたのでありますが、大変恐縮して、ああこれはこれはアインシュタインさん、お元気ですか、切符をちょっと拝見してよろしいでしょうかと話しかけました。するとアインシュタインは、あ、ちょっと待ってくださいよと言ってポケットをこういろいろ調べて、内ポケットからいろいろ調べるのですけれども、どこにも切符が見つからないのであります。でカバンの中をごそごそとこう探してですね、いろいろこう調べるんですけれども、切符がどこに行ったかわからない。まあ、あんまり一生懸命探しているのを見て、その車掌さんがですね、言いました。ああアインシュタイン博士、どうぞご心配なく大丈夫です、あのどうぞそのまま乗ってください、結構ですから、と言って、まあ、次の乗客の方にですね進んで、行きました。そしてその車両の全員のお客さんの切符に判をして、次の車両にこう移ろうとして、ひょっとこう振り向いてみると、アインシュタインさんが、まあ、博士がですね、列車のこの床の上に両手両足をついて、この椅子の下を調べてですね、あ、どこに落ちたかなと言って、ね、一生懸命探しているわけであります。まあその車掌さんは大変恐縮してですね、ああドクターアインシュタイン大丈夫です、もう私たちはあなたがどなたか知ってますから、どうぞご心配なく、あの見つからなくても結構ですから、と言って、声をかけました。するとアインシュタインがですね、いやそうじゃないんだ、切符をどうしても見つけないと困るんだよ、僕はどの駅に降りることになってるか分かんないから、こう言ったというんですね。あの有名な科学者の、まあ実にアインシュタインらしいエピソードだなと思うんですけれども、まあ自分がどこに行こうとしているのかわからない、私たちの人生も、いやどこに向かっているのだろうか、私たちは本当に、分かりながらですね前進しているのでしょうか、人生の行き先ということ、今日のローマ人への手紙5章12節から21節の箇所は、私たちの人生の方向について語ってくれている神様の御言葉であります。使徒パウロは前回のところで、イエス・キリストを信じるその信仰を通してどのような人生と生活が結果として生まれるかということを解き明かしてくれました。まず神様との平和をいただいて、神様の微笑みをいただきながら生きていけるようになるということ、そして今直面しているさまざまな困難もあるいは悩みも、その一つ一つが希望につながっていくのだということ、そして永遠の救いに入れられる日が来るのだということを順々と語ってきました。今日の箇所では、イエス・キリストがどのようにしてそのような驚くべき救いを成就されたのか、
そしてその救いが私たちの人生の方向をどのように変えてくれるのか、そういったことをここで述べてくれるのであります。パウロ先生はキリストを人類の祖先であるアダムと比べています。12節をもう一度目に留めてみたいと思いますが、12節、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。この一人の人というのがアダムのことであります。人類の最大の問題である罪というものはアダムから始まりました。具体的に言いますと、創世記の3章に記されている出来事のことであります。神様からあのエデンの園でアダムとエヴァに、他のどの木の実でも食べてよろしいけれども、あの園の中央にある木の実だけは食べてはいけないと命ぜられました。ところがサタンの誘惑に負けてしまって、エヴァもアダムもその木の実を食べてしまいました。神様の戒めを守らなかったのであります。それで彼らは神を避けるようになりました。神様から離れていったのであります。それまで美しい色とりどりの花の咲くエデンの園がまるで色を失ったかのように灰色の世界に変わったのではないでしょうか。それからの世界はそれまでとは全く別なものになってしまいました。最も重大なことはこのアダムとエヴァが、その心が神様から離れたという出来事であります。そのために彼らは自分に心が向かうようになりました。自分がこの世界の中心となり、自己中心というこの性質がアダムの心の奥底に入っていきました。アダムという名前はもともと人という意味であります。このアダムの行ったことはその後の人類すべての人の心の方向を決めてしまいました。人は生まれながらにして自己中心という病が巣を作っていきました。それは世界の中で一番大切なのは自分、自分が可愛い、自分が一番大事、何といってもこの自分を守らねばならないという思いが、まるでこの遺伝子が人格の中に入ったかのように人類に受け継がれていったのであります。その結果として罪と死というものが人間を支配する世界になりました。このことは表面的には分かりにくいものであります。多少私たちは教育と社会的な経験を通し、人には親切にすることを教えられ、道徳的なこと、倫理的なことを何かと教えられてきておりますから、普段の生活の中ではこういった人間の真相の部分は見えないものであります。覆われています。しかし何かのことで極限的な状況になった時、人間がいかに自己中心的な存在であるか、それは
戦争とか食糧危機とか大きな自然災害などによって極限状態に置かれるとき、人のことを考えるよりまず自分を助け、まず自分を守り、自分が生き延びることを優先するのではないでしょうか。自分に火の粉が降りかかってくると思ったら、人のことを放っておいてもまず逃げる。食べ物がなくなったら、どんな小さなパンくずでも奪い合って食べるようになる。人間は深層の部分では誰よりも自分が大事だという、そういう遺伝子的なものを受け継いでいるということは理解できるのではないでしょうか。小説家たちがそのようなテーマを多くの作品を通して表しています。芥川龍之介の雲の糸などはその典型的なものだと思います。まず自分が助かりたい、他の人のことは二の次三の次。あの主人公は勘太郎と言ったんでしょうか、名前が今思い出せないんですけれども、あの雲の糸にすがって、自分が助かりたいという思いでですね、後から登ってくるものを降りろ降りろと叫んで、まず自己保身に走ったのでありますけれども、実はそういったことが人間の本当の姿であるということを、ものを書く人たちは表現してきました。外に見える多少の間違いとか、あるいは多少のごまかしとかいうものは、真相の部分に横たわっている人間の自己中心に傾こうとする性質に比べると本当は大したものではないのかもしれません。人間がその本質の部分において、アダムの性質を受け継いでいるということに気がつく人々は、このように芥川龍之介をはじめ、人間に対して悲観的にならざるを得ないのだろうと思います。この性質の傾き、あるいは方向性というものは、全ての人の心の深い部分に横たわっているものであります。それは創造主なる神様に逆らって心が離れていったという、その結果として生まれてきたものだと聖書は語るのであります。人間はどこまでもどこまでも自分中心であります。そしてその行き先は死であると聖書は語ります。死というのは神様から離れた心のことで、肉体の死だけでなく霊の死をも意味しています。人間は実は死に向かっているというのであります。ところが神様はこの人間の悲惨な状況を憐れんで、救いの手を差し伸ばされました。それがイエス・キリスト、神の御子をこの世に使わすという方法であります。17節に目を留めてみたいと思いますが、17節にこう記されています。もし一人の人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。18節も読んでみましょう。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、
一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。ここにイエス・キリストが私たちの宿命とも言うべき自分中心という罪と死の支配する方向性を決定的に変えてくださったということが語られています。18節の中にある一つの義の行為によってというのはまさにあの十字架の行為のことであります。人類のためにご自分のすべてを捧げられたあの行為であります。その背景にあるのはキリストの従順ということであります。神様の御心にどこまでもお従いしたというあの姿であります。アダムは、そして私たちは皆神様に背を向けて自分を中心に生きてまいりました。そのために罪と死が知らない間に私たちを方向づけていました。しかし喜ばしいことにイエス・キリストはその人類の方向性を逆転させてくださったのであります。最初キリストが荒野で今日紙芝居でお話しされたエリコの町の近くにキリストが誘惑を受けたと思われている場所がございます。荒野でサタンの誘惑を受けました。キリストは断食をして極度にお腹が空いておりました。その弱さを見て近づいてきたサタンがこう言いました。あなたが神の子ならこの石をパンに変えてみなさい。あなたが私を拝むならこの世界にあるすべての栄華をあなたに与えよう。こういった誘惑が来たのであります。このような誘惑に対してキリストは、人はパンだけできるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるとお答えになり、さらには主なる神を試みてはならないと言い、ついには下がれサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと聖書に書いてあると、サタンをの誘惑を打ち壊したのであります。ここに示されているのはアダムの場合と全く反対のことであります。キリストは父なる神様にどこまでも従順であられました。アダムは神様にサタンの誘惑を通して背いてしまいましたけれども、キリストはどんな極限状態にあっても父なる神様にお従いしたのであります。そしてそのことが最も際立って表されたのがあの十字架の行為でありました。極限に至るまで自分を父なる神様に明け渡し、父よ私の願いではなくあなたの御心がなりますようにと祈って、人類の救いの成就のために最後まで主なる神に従い、そしてあの尊い血を流されたのでありました。ご自分の全てを捧げられました。キリストのあの一つの義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられたのでありました。人類の行くべき方向性をそこにおいて決定的に変えたのであります。キリストの十字架のあの行為は私たちの
罪とが全てを許し、覆い、恵みで癒し包み、私たちを神の恵みと命の中へと入れるように道を開いてくださったのでした。もはや私たちはアダムの呪縛の中で自分に関心を 100% 向けながら生きて、罪と死の力に支配される必要がなくなって、キリストとの結びつきによって恵みと義と永遠の命へと新しい方向に歩み始めることができたのであります。アダムによって悲観的な世界がもたらされました。しかしキリストにあって恵みによる楽観的な世界が開かれたのであります。20節の後半を見てみましょう。20節の後半のところにこう記されています。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。こう語られています。罪の増し加わるところとは、罪の自覚が多くなればなるほどという意味であります。キリストを信じて生きる生活を深めていけばいくほど罪の自覚が深まってまいります。しかしそうなればなるほど、キリストによる恵みへの感謝もさらに満ち溢れてくるというものであります。キリストの十字架の贖いによって神の恵みの中に 100% 入れられているという、その感謝と喜びと、そしてキリストを信じる信仰とをますます心の中に成長させ、キリストが私のすべてのすべて、キリストから離れて私は何もすることができませんと告白するようになってまいります。自分は罪人の頭であるけれど、キリストの十字架の贖いの御業によって、あの一つの義の行為によって私たちの罪とがを許し、神様の憐れみと恵みの中に入れてくださって、今は永遠の命へと向かって生きるものにしていただいている、私の人生の方向を全く新しくしてくださった、アダムの呪縛から解放されて永遠の命に向かってキリストと共に聖霊の力によって今のこの人生を生きることができる、これがキリストの福音であります。ですからどんなことが起きても、自分に失望するようなことがあっても、日々キリストを仰いで新しい希望をいただくことができるのであります。もはや私たちは古いアダムの性質の支配の中には置かれておらず、新しいキリストの命の中に移されている。信仰によって誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなったのである。第二コリントの5章17節の御言葉であります。古い自分は死んだということであります。完全に死んでいないと思われる時もありますけれども、古い自分はキリストを信じることによって決定的な打撃を受けているのであります。古い自分は瀕死の状態になっているのであります。その瀕死の状態の古い自分が未だに時々のこのこ起きてくるようなことがあるかもしれませんけれども、大丈夫であります。もはやそれが支配することはありません。キリストを
仰ぎ見て、キリストにしっかりと結ばれて御言葉にとどまるなら、アダムのあの古い自分が、その力が私たちを支配することはなくなったのであります。一人のトラックの運転手が歌を歌って、その歌っている動画が視聴者によって数百万回聞かれているという、そんな動画がございますけれども、その歌というのは、あるクリスチャンが自分の信仰の証しを言葉にした歌であります。そしてそのトラックの運転手は、その歌詞を自分の信仰に重ねて心の底から歌っておりました。その時に喜びの涙があふれて、途中でそのメロディーにならず、歌詞を自分の言葉として口から発するようになりました。そしてその彼の真実な姿を見て、多くの人が感銘を受けているのであります。その歌の歌詞はこのようなものです。古い人は死んだという題の歌で、英語で書かれていますが、私なりに訳してみました。しばらく会っていなかった古い友達が、時々自分に会いに来てこう尋ねるのさ。久しぶりだな、最近どうだい、どこにいたのさ。友達は自分がなぜこの頃酒を飲まないのか、真っ赤な顔をして街をうろついていないのか、不思議がっているのさ。そんな時俺は言うのさ、俺は今はイエス様にお仕えしているんだよ。俺の古い自分は死んだんだ。見えるところは以前と変わらないかもしれないけどさ、前と同じような服を着て、名前も同じさ。でもよ、それは外側だけなんだ。そうじゃなくて、俺の内側を、心の中を見てくれりゃ、全く新しくなった人間を 見るだろうよ。なんたって俺の古い自分は死んだんだ。俺は本当に悪い人間だったよ。希望はどこにもなかった。暗闇の中でさまよっていたのさ。光を求めてさ。ある時、小さな教会の集まりに出かけたのさ。その時牧師の話を聞いた後で、俺は自分の人生をイエス様に捧げたのさ。すると古い自分が死んだんだ。俺の外側は同じかもしれないけど、中を見てくれよ、心を見てくれよ。そしたら全く新しくなった新品の人間を見るだろうよ。なぜって、古い自分が死んだんだよ。このトラックの運転手はこの歌をほとんど涙声で、言葉にならない言葉で歌っておりました。この動画を撮っていたのは彼の息子さんであったようです。自分の息子にイエス様のことを知らせたいと思ったのでしょう。イエス・キリストによって全く新しい人生の希望が生まれたということをどうしても伝えたいと思ったんだろうと思います。古い自分が死んだんだ、古いアダムが死んだんだ、今はもう神様に背を向けて生きることは死んだんだ、イエス様にお仕えすることがどんなに素晴らしいことか、
そして永遠の命に向かって生きることがどれほどの希望を生み出すことか、そのことをこの運転手は息子に知らせずにはおれなかったのだろうと思います。私たちの人生突き詰めれば、アダムの末として神様に背を向けて生きるのか、それともキリストに結びついたものとして神様に心を向けて、神の恵みと愛と憐れみの中でキリストの十字架を通して神の微笑みを見ながら永遠の命を見つめつつその方向に歩いていくか、その二つのどちらかという選択になってまいります。どうか私たちの心をしっかりと見張って、今日もキリストにしっかりとつながり、十字架のキリストを仰ぎ見ながら、いつの日かキリストの栄光に預かる日を喜び待ち望みつつ、今日という日を生きていこうではありませんか。一言お祈りをいたします。天の父よ、御子イエスキリストにある驚くべき救いを感謝いたします。自分ではどうすることもできなかった罪と死の力の支配から私たちを解き放ち、あなたの恵みと義の世界の中に移してくださり、賭けのあるままいつの日かキリストの栄光の姿に見せて完全に作り変えていただけるという希望をいただき、今のこの時を生けるキリストと共に聖霊の力によって励まされつつ、いつも希望を持って生きる道を私たちのために備えてくださったことを感謝いたします。どうかますますこの信仰が新しくされ強くされ、あなたの御言葉によって日々養われ、イエスキリストにさらにさらに近づいていくものとなることができますように、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。